感染力アップ道場オース道場お願いします。ズボンです、オス。なぎさんです、オス。スタッツパーカーです、オス。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか渚さん、トラップ的なやつなんですよね。あ、そうなんです。トラップ的なやつを2月の12日金曜日から公開させていただきました。映画トラップガール、北原理恵さん主演の映画に私もその探偵事務所の秘書役で出させていただいてるので、よかったら見てください。おー、秘書です。すごい秘書なんです。秘書すごい。そう、はい、ギャップ。見どころをじゃあ10秒でお願いします。見どころ10秒。北原理恵さんがトラップを巻き起こしていく作品で、なぎちゃんがいつもと違うギャップが起きています。ぜひいつものと見られない一面が見れるので、よかったら見てください。いやー、秘書役ですからね。楽しみですよね、はい、じゃあ渚はトラップガールではない。トラップガールではない。トラップガールたちを派遣している会社、探偵事務所の秘書。お秘書なの。そう、王さん上です。はい、トラップガール派遣すんねや。そうなんです。うちにも今日はバスケ界のトラップガールと一緒にやっていきますけども、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。はい、今日は質問に答えるということで、はい、質問会なんですけれども、はい、ね、コメントでいただいた質問ですね。はい、寄せ元さん、はい、皆さんがハーフコートオフェンスのフォーメーションや攻め方で好きだったり興味あったり、一番攻めやすいと思うハーフコートオフェンスを説明してほしいです。かなりレベルの高い質問ですね。すごいな。いやー全然わかんねえわと思っちゃった俺。道場で言うとね、道場で多分ね、うん、段持ちレベルの人の質問だと思いますね。すごいな。初段以上の人ですね。もしくは黒帯ですね。そうですね、そうですね、黒帯。はい、はい、もしくは道場破りかのどっちかですね。破れに来てるな。破らないように頑張ります。どうですか、セットオフェンス。セットオフェンス好きなセットとかあったりします、うん、どういう動きが好きだなとか、うん、アライメントで言うとさ、その慎太郎さんが今着ています、はい、ホーンズセット、はい、イケイケドンドン、イケイケドンドン、 AK イケイケドンドン、はい、はい、これはやっぱね有名だから知ってますけども、そうですね、そうですね、うん、はい、まあ、逆に言うとなんかそれ以外のセットってなんかすぐにピンとくるものがあまりないなっていうのは正直なところだ、うん、はい、なるほどなるほど、うん、なるほど。ピックアンドロールもセットですか。ああ、そうですね、ピックアンドロールも立派なセットですよ。ピックアンドロールから派生する動きっていうのも大いにありますから、それももちろんセットですよ。例えば僕まあ、これセットかどうか分かんないけど、うん、はい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 、なんか好きなプレー、エレベータースクリーンが好きですよね。あー、分かる分かる分かる。エレベータースクリーン、後でちょっと紹介しますね、うん、気になる。本当エレベータースクリーン、エレベータースクリーンは好きですよ。へー、見てて分かりやすいしね。僕も好き、うん、あの名前とそのフォーメーションの動き方とかがあそこまでマッチしてるセットってなかなかないですよね。はい、初めて聞いた。どんなんだろう。僕はもう全部出し尽くしました。早かったですね。早かった。開幕5分で早かったですね。もう息つきました。はい、わかりました。いろいろ考えまして、この質問を受けた時に、はい、いろいろ考えて、うん、今のところ2つちょっと2つご用意しました、はい、ご用意しました。はい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 。1個目ですね、決まると本当にね、これは気持ちがいいんですよね。すごい気持ちがいいセット、ダミーというセットをご紹介したいです。はい、はい、ダミー、はい、はいはい、ゴールデンステートウォリアーズって NBA のチームがよく使っていたりとか、はい、はい、うんうんうん、B リーグではね、何年か前、2年ぐらい前にね、うん、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが使ってて、うん、おダミーだって思った覚えがありますね。はい、決まるとめちゃめちゃ気持ちいい。では名古屋 D って書いてある、あの D はダミーの D なのかな。え、ダミーの D かもしれない、ね、ずっと実は名古屋じゃありませんみたいな、東北ですみたいな、すごいダミー東北でしたみたいな、モンキー D ルフィー的なね。で、ちょっとね、そっちだね、そっちかな、わかんない。ちょっとじゃあこちらでご紹介したいと思います。はい、正直決まった方はないんです、うん、このダミー。あ、そうなんだ。そうなんです。で、大体ね、エンドオブバウンズ、うん、エンドラインのアウトオブバウンズのセットなんですけど、うん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 、ありますかね。
ここでね、そうそうそう、エンドのセットなんですけど、僕エンドセット結構好きで、得点にすぐ直結するから好きなんですけど、こういうセット基本的になんかね、ハイポストに2人とトップに1人いてコーナーに1人いるみたいな形が多いんですね。ちなみに、はい、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ版を説明しますね、はい。どちらかの選手、多分こっち側の選手だったと思うんですけど、うん、こっち側の選手がまずこの選手にスクリーンをかけます、はい、おい、クロススクリーンをかけますね、うん、クロススクリーンをかけてこちらに動かしたいっていうスクリーンなんですけど、うん、このスクリーンをかけるふりをしてストーンと中に入ります、はい、はいはいはい。そうなるとどうなるか、おやべえってことで、このディフェンスやこのディフェンスが寄るんですね一歩、うん、はい、うん、その隙にパーン、スリーポイントシュートを決めるという形です。なるほどね。なのでここで行われるスクリーンを全てダミーにして、なるほどなるほど、このコーナーのスリーポイントを打たせると。なるほど。作戦版で説明すると非常に淡白なんですけど、うんうん、試合の会場で見るとおわってなりますよ。確かにね、こうやってダミーですね。ちなみにゴールデンステートウォリアーズ版は結構細かくて、ここにスクリーンをこういう風にこの選手がリップスクリーン、はい、アップスクリーン、うん、バックスクリーン、はい、かけますと、でこの選手が行くと、うんうん、そこで、あ、やばい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 となったところを、このボールマンが、はい、バシッとパスを出す、うん、っていうことが多いですね、はい。このダミーすごい気持ちいい、ね、すごい気持ちいいですよ、勝ったら、はい。でも今のシューター多いから、はい、それ名古屋やったらなんか入りそうですよね、はいはい、入りそうですよね、ね、バンバン。どうなんだ、このね、オフェンスの重大な欠点、はい、うん、なんだ、2回目以降通じないです。あ、始まりだからもう、あのスペシャル、そうだよね、だからこうね、ダミーっていうそのね、あれが有名に なればなるほどね、使いづらくなるよね、はい、その通りなんです。だからか、だとしたらダミーダミーみたいなのがなんか出てきそうな気がするけどね。そうですね、こっちにパスを出して、うん、マークマンを引っ張ったところでやっぱりリターンするとか、うんうん、そうだよね、そういうことも考えられますよね、うん、はい、うんうんうん、なので年一ぐらいでしかやらないですね。そういうことか。あんまりやらないセット。スペシャルセットですね。このセット、そう、スペシャルセット。本当にスペシャルセット。おっしゃる通りだそうです。このダミーが大好きですね。はい、これ1個目。はい、もう1個ご用意します。はい。これ1個目です。はい。もう1個ご用意しました。はい、1個目。ですね、はい。このオフェンスはジャングルホヤフェンスと言います。ジャングル？うんうんうん、なんか面白そうな名前の気がする。面白いですよね。ジャングルって出てくるんですよ。ジャングルホヤフェンスと言います。僕もね、大好きなんですよね。ホヤ。そう、ホヤ。多分ね、これね、ホーヤー的な。え、ホーヤー。あー、なるほどね。何ですか、うん、何つ、わかんない。これね、僕も意味わかってないんですよ、正直。どういう意味、でもこういうことが多い。NBA とかではね、結構使われるセットなんですけど、ホーヤーだと僕は思ってます。はい、かわいい名前。なんか、かわいいですよね、うん。でもね、これがえげつないセットなんですよ。いきますね。ターザン的なやつなんですか。はい、ああ、だからそういうことですよね。ジャングルでフーヤーっていうことですからね。そこで最後、フェンスです。フェンス。フェンスね。フェンス。オフェンスじゃなくてフェンスなんだ。そう、フェンスです。シャッターとかの、わかります？フェンス、ガチャガチャガチャってやるフェンスですね、うんうんうん、まず、はい、こういった陣形から始まります、うんうん、こっちに3人、こっちに2人、そしてハイポストのこの辺、はい、エルボーに、ショルダーじゃないですよ、エルボーに、はいはい、2人いますと、はい、いうところで、まずですね、このボールマンがウイングのところにドリブルダウンするところから始まります、うんうん、はい、ドリブルダウンしていきます。で、こちらにパスを出します。はいはい、そうするとこの選手は一目散にここにスクリーンをかけます、うん、スクリーンをかけますね、はい、スクリーンをかけます。さあ、このスクリーン何でしたっけ、なんだっけ、思い出せない。
嘘でしょ嘘でしょ、怖い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 、門下生門下生なんけ、いや分かんないな、はい、なんだっけ、ゼモさんダウンスクリーンです。その通りですその通りでございます。ダウンスクリーンをかけます、はい、今スリーポイントの外でうにゃうにゃやってるので、はい、アウェイスクリーンと呼ばれることもあります。はい、でこのそうダウンスクリーン、場所によってはアウェイと言いますねでこの選手がこっちに行く、普通はねこういうストレートに動くんですけど、ここからハンドオフをもらったりとか、はい、パスをもらったりすると見せかけて、なんとこっち側にビューンと走ります曲がった動きですねカールという動きをしますね。あーカール、カール、ま、曲がる動きですね、はい、こちらをします。でこのディフェンダーが、まあ、こっちなりこっちなりついていきますと、はい、そしたらこの選手もどうするかっていうと一目散に上がっていきます。はい、はい、ここでハンドオフをもらうなりパスをもらうなりしてボールを受けます、うんうん、はい、そしたらこの陣形、ズボンさんの大好きなエレベータースクリーンをここで使い、そうなんだ、この2人が、あ、すみませんね、この2人がこのディフェンダーをスクリーナーになるわけね、ガシャッとシャットアウトしてパスを受けてシュートを打つというセットですね。これがジャングルホイヤーフェンスという名前で、僕と慎太郎さん何も打ち合わせしてなかったんですけど、まさかここでエレベータースクリーンが出てくると思わなかった。僕もエレベーター好きで、はい、というのもセットで僕はパスで回す、ピックアンドロールも好きなんですけど、うん、こうセットというの醍醐味ってこうパスで崩すっていうのがね、うん、パスとカットで崩すっていうのが醍醐味なんで、このセットすごい好きですね。でここがダメだった場合って、ここがね例えばこのエレベータースクリーンがうまくかかんなくて、うん、ガチャッと抜けられちゃった場合でもすぐここに大きなスペースがありますので、はいはいはい、ここでまだハイピック、ハイピックですね、ウィングのピックアンドロールがかけられる、うん、なるほど。もしくはパスを出してこちらの選手がスクリーンをかけてこのように中にカッティングすることができる、はい、これがダメでも次が次がっていう風にどんどん回っていけるので非常にね効果的なセットになってます、はい、まずここのエレベーターも警戒するから、このバックのこの裏のあたりって結構開くんですよ、はい、これがねすごくいいセットだと思います。ちなみに今年、はい、去年かな、宇都宮が1回使ってるのを見ました。宇都宮が1回使ってるのを見ましたね、はい、すごい冬頃去年の冬頃使ってるのを見たざっくりいつの試合だとは言わないざっくり冬頃に使ってるのを見ました。はい、はい、このジャングルホヤフェンスとさっきのダミー、この2つが僕はね大好きですね。パスで崩すセットオフェンスすごく好きですね。面白いですね、うん、でちなみにそのもう一個実は強烈な質問があったの覚えてらっしゃいます？ナギシャンエルボーナールエルボー、違う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 、そっちじゃない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 、ナギシャンエルボーじゃないあのねあれですね、そのこのセットを聞いた質問していただいた方の中で、はい、一番戦いやすいセットという、はい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 、一番攻めやすいと思う、うん、攻めやすい、教えてほしい、そう、攻めやすいと思うセットなんですかっておっしゃっていただいて、これねめちゃめちゃ迷いました、うん、前提を組まなきゃいけないんですけど、まず攻めやすいって、うん、はい、使いやすいセットと得点が取れやすいセット2つに分かれると僕は思ってるんですね。使いやすいっていうのは例えば特定の人の能力に依存しないセット、はい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 、うん、とんでもないスリーポイントシューターがいるから今のジャングルホヤフェンスみたいなので金丸選手にシュートを打たそうとか、うんね、遠藤選手にスリーポイントを打たせようとか、うん、そういうことではないし、うん、例えばポストでめちゃめちゃ強いガードナー選手がいるからそのポストアップを目指して組んでいこう、うん、というセット、これはチームの能力に依存しちゃうんで、うん、うんうん、多分そうじゃないパターンもあるかなと、もっと言うならいろんなチームがたくさん使ってるから意思疎通がそんなに難しくなく使えるよね
ていう、これまさにこのイケイケドンドンなんかいろんなチームが使ってるので、そんなにこう細かいそのね、あのこういうのはこうでこうでとかいう説明もなく、すんなりいろんなチームで使えるよっていうのが確かに戦いやすいっていうのもあるかなと思いますよね。はい、で最後のもう一個が得点をしやすいっていうセットですね、うん、大事ですね、うん、大事ですよ ね、 ね、ということは結構シンプルなセットかなと僕は思うんですね、はい、確かに、うん、複雑なセットだとディフェンスが固まっちゃって実は得点が取りにくいってことも大いにありえるので、うんうん、そういったところもあるのかなと思って、うん、僕一個ちょっと考えました、はい、特定の選手に依存しない、そして、いろんなチームで使ってる、そしてシンプルで得点が取りやすい、うん、この3つを満たすセット僕考えました、うん、めちゃくちゃなんだろう、はいはい、3日寝ずに考えましたけれども1個考えました、はい、それはですね、え、作ってない作ってない作ってない、昔からやる昔からやる、びっくりした、うん、作ってない作ってない作ってない、3日出てないから作っちゃったかもしれない作ってない作っちゃったかなと、いやもうこれこうしちゃった方がいいんじゃないのみたいなすごい、これ作っちゃってたらね、見つかんないから作っちゃおうみたいな、まあ、ないから作っちゃおうみたいなね、こういうのありますみたいな、 NBA でよく使われてますよなんて言いながらね作っちゃえみたいなすごいそれがですね、あのピストルオフェンスと言います。うん、ピストル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 ね、カットですねいやこれどうしようかな今のはカットかな、うん、今のはカットかな、ピーにしようかな、ピーにしよう、ピーにしよう、はい、あかんやつ言ったから、あかんやつ、あかんやつ言ったから、ピーしてたけど、はい、爆笑、いや失笑で失笑で今のは、うん、処理に困ったもんマジで処理に困るわ本当に、はい、トラップガールのためにピーにします、そうですね、はい、そうしましょう、トラップガールなければ多分そのまま出したけど、はい、そうですねそうですね、トラップガールのためになぜしましょう、はい、ピストルオフェンスですね、ピストルオフェンス、ピストルオフェンス、はい、これはですね、あの速攻の終わった後のアーリーオフェンスと呼ばれるシチュエーションでよく使われるものなんですけど、速攻が終わって一段落してフーって息ついた瞬間にやるみたいなイメージあるんですけど、アーリーオフェンスって、はい、そこで使われるピストルオフェンスというものをやってみましょう、はい、はい、だいたい配置はこんな感じです、うん、おお、ちなみに千葉ジェッツがよくやりますね、これ富樫選手だと思ってください、ここでボール持ってるのは富樫選手です、うん、とんでもないスピードでドライブしてきました、とんでもないスピードでドライブしてきました、はい、ね、そしたらこの選手が上がってくるんです、はい、この辺に、うん、はい、その選手に一回パスを出します、はい、うん、一回パスを出します、そしたら富樫選手が結構よく見ると思うんですけど、ここからまたねハンドオフといって手渡しパスを受けます、うん、はい、はい、手渡しパスを受けます、うん、でそのままドライブしていくんですけど、うん、まあこう疲れてしまってることもあるでしょうね、こういうディフェンスがこううまく疲れてしまってることもあるでしょう、うんうんうん、そしたらどうするかというと、この選手がこちらの選手のスクリーンを使って外に、うん、こういうスクリーンなんて言うんでしたっけ、外に逃がすスクリーンなんて言うんでしたっけ、渚さんどうぞ、渚さんどうぞ、フレアスクリーン、大正解です、はい、怪しかった、ハンドオフをその通り、このスクリーンを使って外に逃がします、うんうん、そうするとどうなるかっていうと、うん、こちらの選手がちょっと飛びますけどバーンとパスを出してスリーポイント打てるという形になります、うんうんうん、はい、これがピストルと呼ばれるオフェンスになります、まあ、これいろんな派生があるんですけどね、ピストルって一言で言っても昔から結構あるんでいろんな派生があるんですけど、一番オーソドックスな形のピストルオフェンス、このオフェンスの何がいいかっていうと、まずトランジションのアーリーオフェンスなので、まだディフェンスが固まってないところでこういう速い動きをされると崩しやすいっていうのがもちろんあるんですけど、このハンドオフをした選手ってハンドオフを終わった後って結構ねディフェンスが緩むんですよ、あーあってあってディフェンスが緩んだ瞬間にこちらのこのポストの選手のスクリーンを使うことでここがかかりやすくなってシュートがこう打ちやすくなる、さらにもっと言ってしまうと
ここでスクリーンがかかって抜けてしまえばこのまま行ってしまえばいいわけですよ。うんうんうん、ね、でこれもダメだってこっちもダメだったとなったらこの選手のロールインも見えてくるわけですね、うん、はい、うんうん、なのでアーリーオフェンスで味方ディフェンスがまだ固まってない瞬間にこういう1-2-3の矢がつがえるオフェンスをやっていけるっていうのはすごく強いオフェンスだったね、はい、千葉ジェッツの試合見てみてください。よくやってますからね、はい、じゃあ戻りも早くないとってことですね。みんながそうですね、うん、そうですね、富樫選手がウイングに向かって走ってきたら要注意ってことです、うん、はい、なるほど、はい、いかがでしょうか。まあ、速攻崩れとかだとね、はい、ディフェンスがねそのマッチアップがちょっとなんかあの不安定っていうかさ合ってなかったりとかミスマッチが起きてる時とかもあるもんね、うん、そうなんです、そうなんです。ミスマッチが起きていたらもうそのまま行ってしまうこともできますし、ビッグマンに小さい選手がついていたら、うんうんうん、先ほどのウイングの選手じゃなくてもうこのエルボーにいる選手がハンドオフをしてしまって、うんうんうん、そこでやる、うんうん、でウイングの選手が上がるみたいなこともできますから、いろんな本当にパターンがあるので、うん、これはですね一見の価値ありだと思います、はい、なるほど、いかがでしょうか。分かりました。質問の答えになってますでしょうか、はい、なってでしょう、はい、やってみます。ピストルオフェンス、はい、ぜひやってみてください。はい、モケバスでやってみてください、はい、やってみます、はい、暴れるな、はい、じゃあそんな感じでまたねあの質問とかぜひお待ちしてますので、はいはい、聞きたいこととか知りたいことあったらぜひ YouTube のコメントにいただければなというふうに思います。はい、次の質問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイ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 。